があるかと思えば、羅生門貸しと呼ばれる庶民的な一角もある。年季を果たしてもなお吉原しか生きる場所を持たない女たちの小さな集落である。夢見てた。いいんだよ、アクセクたせいでもしょうがないんだから。あんたその体で商売できるのかい。どっかに面倒見てくれる人いないのか。ねえねえ、そんなことよりさ、金になりそうな痛みがいるよ。ほら商売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 。あら、なんだよ、裏乗りみたいな感じじゃない。裏乗りたのか何だろうかな。柳生十兵衛光義、将軍家指南役柳生の嫡男でいながら、なぜか家光に追放され、吉原で用心棒として生きている。随分若いな。吉原は初めてか。小暮。若者、お待ちしておれ。若者、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 若者。若者、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 若力づくとも連れ戻す。一体何の騒ぎですか。それも困ります。はい、その辺には関わりのないことだ。邪魔だといたす。シール、いい加減にしねえか。ここは吉原、不審な連中だ。若と言っていたが、名を聞こう。心配するな。吉原者は皆口が固い。かくまった私たちが信用できないの。上州15万石、桐山藩の次男、亀丸です。本物の王様。しかし、いくら若様でも元服も済まないうちに友情遊びとはちょいと早いんじゃねえか。違います。人を探しているんです。人？はい。名はお花。昔は九重太夫という花魁でした。その九重太夫にどんな用があるんだい？私の母です。昨晩、乳母の綾乃から聞き出したのです。
吉原に。は。おそらくあの噂の真を自ら確かめようとなさっておられるのではありますまいか。ご母堂が吉原の遊女か。思いがけぬ噂だが、わしらにとっては思うつぼ。これで金丸君はお預金争いから一歩も二歩も後退と見てよい。ただし噂が広がって幕閣に聞こえれば面倒。亀丸君は当江戸屋敷におられることにしておけ。は。綾乃か、そこで何をしておる。はい、若君のお戻りが遅いのでお探しに。失礼おば。待て。亀丸君に怪しげな噂を吹き込んだのはそなたか。いえ、私は何も。やはりあやつか。噂の真を確かめねばなりません。ここは私が。来るは源之助、実は徳川家康の一子六男坊である。なぜか権力の座から追放され、生まれながら鬼っ子と呼ばれた。その名は松平忠輝である。ほう、遊女が産んだ若君。それに桐山藩にはちょいと気になる噂があるんで。何かごたごたがあるようで、藩が真っ二つに分かれてるって話なんで。どんなごたごただ。そいつはちょっと私にも。そんな時に若君が吉原がよいか。たまずろ、そのことごたはちょいと調べてくれ。え、でその若君は今どこなんだい。それがお花を探し出すまでどうしても屋敷に戻らねえって言うんだ。で嵐に預けてやる。嵐。まだ女の子を知らないんでさ。やめてください。そんなもの知りたくありません。じゃあ男の子の方がいいの。私はどっちでもいいの。逃げた。そうよ、いきなりプイッと。おめえなんか悪さしたな。そんなことしてないわよ。ただちょっと可愛がろうとしただけで。あららら、お前に可愛がられたら誰だって逃げるぞ。すごい銃弾さんよ。ああ、聞いちゃったわ私。でも叱ってくれる銃弾さん好き。バカ、何やってんのか。バカだなんだ。バカだ。バカなんじゃねえ。人が絶対にいい気持ちになってんのに。バカ。バタ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 走り回ってんじゃないよ。なんだ、どっちだろ。なんだよ。え、こんなに声が。お入り。取ってくやしない。なんだ、商売の邪魔をする気だ。物好きもいるもんだ。物好きとは何だい。やぼった。大丈夫だよ。ありがとうございます。待ては聞かないの。その代わり少し手に置いてきな。その入れ墨。ああ、こいつが珍しいのかい。吉原の流行りだよ。好きだった男の名前さ。あなたの名前を教えてください。おもんだよ。いえ、昔のお花。そうじゃないですか。どうしてそんなこと聞くのさ。私の父は藩主になる前の幼名を勘三郎と名乗っていました。勘様と勘三郎。そうですね。おやめ。もし私がそのお花だったらどうだっていうのさ。ちょっとちょっとお待ちよ。ちょっと、あなたは私の母だ。会いたかった。母上。ちょっと、まさか。
あんたと同じ年頃だけど。本当にお前なのか。桐山藩の藩主には3人の息子がいたそうです。現藩主の豊島佐子、そして亀丸、2つ下の鶴丸。ところが後を継いだ長兄の豊島が足とも知れぬ病にかかりました。つまり後目争いということか。豊島佐子はまだ17で子供がありません。当然亀丸に次期藩主のお鉢が回ってくるはずだった。ところがそこで妙な噂が立った。つまり母親は遊女という噂だな。ええ、江戸家老の内藤主膳という男が亀丸を目の敵にしてるらしいんで。内藤主膳。亀丸の母親は町場の女だそうですが、昔この内藤が藩から追い出したと言われています。とんでもねえ野郎だぜ。綾野を始末したと申すのか。はい、噂の出所を問い詰めましたが癌として答えません。なればその噂は生かすも殺すもわしら次第ということだな。仰せの通りで、これでもはや亀丸君にお世継ぎの目はなく、次期藩主は鶴丸君に決まったと申せましょう。当然のことよ。よいな、噂のことは他言無用。それよりも一刻も早く亀丸君を連れ戻せ。はっ。お花さんはどこにもいねえし、肝心の亀丸は熊くれだ。これじゃどうにもならねえ。平番所の願いだって、吉原から出てるのは確かだぜ。兄貴見つかりやした。若様が、それもお花さんを見つけたんで。なんだと。身受け。はい、屋敷にお連れして一緒に暮らしたいのです。いくら払えばよいのですか。若様がご存じないのは無理はありませんが、おもんさんに借金なんてありませんよ。え？年季はとうに終えて、吉原を出ようが出まいがおもんさんの勝手ですよ。長い間お世話になりました。ところで、あの若様にちょいと確かめてもらいたいことがあるんで。さあこちらです。あやの、あやの、あやの。
かったわね、おもんさん。何も言わなくていいの。何も。あ、千代さん、お花さんが見つかったそうですね。ああ、それさよかった。めでたいね。ああ、めでたいよ、めでたいさ。おやしよ、お松さん。飲みすぎだよ、あんた。なんだよ、言われるだけだろ。飲んじゃいけないってんのかよ。どうした？何を荒れてんだ。ゆうべの旦那さあさあさあ一杯どうぞねえ旦那、この吉原で何人がおいらになるかご存知ですか。私はね、おもんちゃんと一緒にこの吉原へ売られてきたんだよ。おもんちゃんのことなら何だって知ってんだ。ここの枝だかなんだか知らないけどさ、おもんちゃんは一度だって、おいらになんかなったことないんだよ。そんな名の体がいないことは、千代野から聞いた。まあ、おそらく誰かが嘘をついたんだろう。元藩主の側室がただの友情じゃ、格好がつかんからな。でもさ、その藩主様ってのは、勘三郎って名前なんだろ。おもんちゃんのいい人はね、勘って言ってんだよ。お町さん、相手が殿様じゃ、おもんちゃんだって本当の名前なんて言いやしないよ。そうだよ、大体あんなお人よしが嘘言うわけないじゃないか。私だってそう思うよ。でもね、もしもこの話が嘘だったら、おもんちゃんが殺されちゃうかもしれないんだよ。次期藩主に鶴丸君をの。はあ、現藩主年政様はご病弱、体内に伊豆の神様よりご内諾とご推挙をいただければと、ここは参上つかまつけます。それは大変。しかし長兄が家督を継ぐのはご神君以外のご丈夫、次男亀丸君を外して三男鶴丸君とはの。それゆえ伊豆の神様のお力添えをお願いしたいのでござる。お礼にはまた改めて。桐山藩エルガロー内藤主膳の名前。お前たちはここで待て。伊豆の神の屋敷を訪ねたのは次期藩主に鶴丸君を推してはずかな。お主には関わりなかろう。そうはいかぬ。我々吉原者は正当なお世継ぎ亀丸君の力もある。はて、亀丸君は江戸藩邸におられるが、とぼけるのはいい加減にしな。亀丸君は母なる人を見つけた。明日二人の親子の対面の儀を吉原で行う。遊女と吉原者たち全てから二人を祝いたいと声が上がったためだ。対面の儀を派手に行えば桐山藩にどんな陰謀があろうと母親を無視することはできまい。忘れんことだ。毎朝こうしてお祈りしてたのよ。私にもきっといいことがありますようにって。あの子が無事でいますようにって。じゃあ願いを叶えてくれたんですね、このお稲荷さんが。ありがとうございました。ありがとうございました。亀丸様。まだそんなこと。亀丸と呼んでください、母上。聞いてください、私。お母さん、お母さん、こんなところにいたんですか。ご対面の支度しなきゃ。
ご対面だなんて、私そんな、あれがましいこと。何言ってんの？さあ、若様、式場の方へ。ちょっと、母上、今言いかけたことは何ですか？いいんです。後で。来年の日はつつがなく終了いたしました。お二方とも幾久しくお幸せに。ありがとう、みんなありがとう。そして母上に巡り合えた以上、今までできなかった親孝行精一杯いたします。忠告に従い、とぼけるのはやめにした。若、お迎えに参上いたしましたぞ。さ、これ。皆さん、お世話になりました。ごめん。危険だな。しかし俺たちが絡めば余計伊豆の神を刺激することになるぜ。玉城、嵐。なんだ。ご母堂をこのままお屋敷へお連れすることはできません。なぜじゃ。お屋敷に入るにはご母堂としての格式ある支度が必要。しかるべき場所で衣服を改めていただけますれば、若君は一足先にお屋敷にお戻りいたぞ。母上に肩身の狭い思いはさせたくない。内藤、吉名に頼む。
何か。こちらへ。どうぞ。私を切るつもりですか？いや、羽田、これでどこへないとも行くがよい。いや、嘘を責める気はない。だがな、やがて嘘と分かればそなたの命はないぞ。嘘？一体どういうことか。あの野郎、千駄目なのか悪駄目なのか。あ、遠慮はいらん。でも、なぜあなた様が嘘と。お花なる女はもともと実在せんのだ。もちろん、ここの絵大夫もな。何者だ？顔を見せ！他に追わぬ子に、お門を殺しはすまい。襲った男たちは一体何者なんです？おそらく江戸屋敷の者たち。あんたの配下だというのか。貴公らも知っておろう。桐山藩は今、跡目を争って真っ二つのありさま。いろいろ噂は聞いておる。どうだい、この辺で正直に打ち上げてくれんか。西さんはお坊さんが亀丸様の母親じゃないことを知っていなさった。なぜなんです？亀丸君の母親は出産後間もなく死んだ。わしの娘だ。娘？それじゃ金丸はわしの孫じゃ。娘が解任したのはすでにお世継ぎ年政様ご出産の後。家老の家柄となればそばめが産んだ年政様より格が上。お家騒動につながる跡目争いが起こるは必要。しかも亀丸の後に正室が生まれた。それであえて出世を隠し通してきたのだ。鶴丸には跡目と伊豆の神に頼んだのもそのため。お家騒動は藩のお取り潰しにつながる大事。愛しすべてを路頭に迷わすことはできん。ご自分のお孫を一生日陰で育てるおつもりでしたか。仕方あるまい。だが亀丸を可愛くないと思ったことは一度もない。いずれ二人で藩を離れしっそり暮らすつもりであった。必要以上に強く当たったのもそのためだ。鶴丸様を推すのが藩のためと心に決め、自責家老の橋本にもそう含まってきた。だが橋本は腹黒いやつ。上野早野に噂を引っ込み、その口を封じたのもあいつだ。そなたをお家騒動の元凶にした後、実権は自分が握る魂胆。そうだ、待て。ならばお門の命も危ういのではないか。いや、亀丸が母と信じている以上、むやみに殺したりはすまい。騒ぎを起こせば公儀に目をつけられる。橋本が一番恐れているのはそれだ。でもお門さんは真実を打ち明けましょう。
何？そうか、嘘か。はい、15年前、惚れたご浪人の子供を産みました。玉のような男の子でしたが、狂わぬ掟で町の人にもらい越されて、今では生きているのかどうかも分かりません。亀丸様に母と呼ばれて、初めは本当にあの子かと思いました。でもその後すぐに、そんなことはありえないって。つい言いそびれて。もうよい。そのこと、黙っておればいい暮らしをさせて。生きていたければ、わしの言う通りにすること。よいな。もう長くは生きられないのです。胸を病んでいて、お医者様にも見放されていて、たとえそのことで命を失おうとも悔いはないとおもんさんは言いました。そういうおもんさんの嘘を暴くことはあちきにはできませんでした。お許しくださいまし。金のためではなかったのか。だがな、もし真実を語れば思うわ。内藤様、どうやら出番だ。何？内藤の母親を切ろうとした。内藤殿は何かと若君を目の敵にされていたお方。若君を藩主にさせぬために綾乃を殺すなど何でもなさる。たとえお戻りになっても心を許してはなりませんぞ。そうか、橋本、これからは措置を頼みに思うぞ。は、万事お任せ。若様、それは違います。何が違うのですか、母上。内藤様は私を殺そうとはしませんでした。襲ってきたのはこの橋本様の配下です。橋本？何をおっしゃるのです。お母上はあまりの幸せにご乱心気味なのです。しばらくお休みになればお気も休まりましょう。さあ、あちらへ。若様、騙されちゃいけません。この人はいずれあなた様の命を狙うつもりです。私の嘘を打ち上げても現にこのようななりをさせて。私の命を？いや、母上のことは何です。しまいを叩く。そば何が言うか。そうなってはやむを得。金丸君も切って男子ゆえの自害といたす。どっち？母上、切れ。何者だ貴様。野牛十兵衛光義。野牛十兵衛。野牛十兵衛で足りねえなら松平の鬼っ子もいるぜ。鬼っ子？松平忠輝様。忠輝様。その忠輝よ、嫌われることには慣れてるが、楽しくねえのだけは断じできねえんだ。てめえら、番組揃えて地獄へ行け。死ねえ。
ていいの。楽しい夢が見れました。私のことなど忘れて、立派なお殿様、ごめんなさい。母上、忘れることなど何でできましょう。どうして謝るんですか。どうして何て言うのですか。おもんはおいらになど一度もなったことがなく、長年吉原のどん底で必死になって客を取っていた女だ。そんなバカな、あなた方みんなで私を騙していたのですか。なぜだ、何のためにそんな。おもんさんの見果ての夢だな。一度太夫職を張ることだったんだよ。それとな、昔生き別れた子供と会うことだったんだ。だからって人を騙してもいいのですか。私の気持ちなどどうでもいいのか。お許しくださいまし。おもんさんの夢を叶えさせてやりたかったのは吉原ものをみんなの気持ちでしたが、指図を取ったのはこのあちきでございます。お切り捨てになるのならどうぞあちきの首を。亀丸様、吉原は男衆に色恋の夢を見せる色だとですけど、時にはおなごなって夢を見ますよ。人様に夢を見せる遊女がほんの少し自分の夢を見たっていいじゃないですか。切るならどうぞ私たちを切ってください。さ、どうぞ。おもんさんは、やはり、私の母上です。命をかけて、私を救ってくれた。それが、何なのですか。このあと亀丸は藩士となり、領民に慕われる名君になったという。しかし吉原にその記録は残っていない。知らない人にいつからか泣いてしまい、心の中の悲しい影をみんな気づいていない。幸せを待ちきれない昼と夜の中あたり、だけどあなたもう泣かないで、この僕がそばにいる。黄昏が黄昏があなたの心を透かして見せる。